あのゆとりですが何かが映画になってパワーアップして帰ってきます。工藤官九郎さん脚本、水田信夫監督、スタッフキャストも再集結しました。ドラマを見ていた方も見ていなかった方も楽しめる笑える作品になってると思います。いやでも本当純粋に嬉しかったですし、また同じメンバーで皆さんとお芝居できるっていうのがやっぱすごく楽しみで、まあ、台本読んでもやっぱり工藤さんの本ってすごく面白くて、ね、絶対楽しくなるだろうなって思ってました。どうですか？やっぱり自分の中でもこう大切な作品ですし、同世代の俳優と、ね、旅行に行ったりする仲になるのはやっぱこのメンバーなので、うん、またこう再結集できて、うんね、なんか本当に嬉しいなって思います。これ不思議な感じで現場行って、うん、ちょっとやっぱ緊張するじゃないですか、久々に集まると。2人もそうだし、あなんか現場に友達がいるって思うとちょっと安心するっていうか、友達いるから今日なんか 120% でやっても友達だって受け止めてくれるわっていう安心感があって、だそれはなんか長いこう6年間という空いた時間があったにせよ、うん、すぐ一瞬にして埋まったので、やっぱ現場に来て本当安心でしたね。ここまで安心感がある現場はなかなかないね、うん、不思議となんか空気があの6年前にすぐ戻るというか、うん、なんかそれは感じますね。いや最初は仲悪かったです。えいやいやいやそんなことないでしょ。そんなヤギラのゆうちゃんが本当最初じゃあちょっとみんなで旅行行こうよって言ってくれてそれで3人で連ドラの時旅行行ったんだよね。そうだからなんかこうつなげてくれたんだよね。そうそう、ゆうちゃんがゆうちゃんがつなげてくれた。仲悪かったわけではないけどちょっと最初さらっと言わないんだ、まあね、最初だからちょっとあれだったんですそうだ、あんま話できないいや、そういうんじゃないけど本当に楽しんでもらえる作品になっているので、この3人のチームワークも含めて現場を引っ張ってくださった水田監督がすごく面白い映画にしてくれてるので、ぜひ劇場で見ていただけたら嬉しいなと思います。純粋に魅力的な役者の方しか出てない、その方たちが同じフレーム内にいるっていう、なんかこのサプライズ感というか、なんかこの贅沢感みたいなものをこうスクリーンで楽しんでほしいですね。スケール感が今回インターナショナルになってる、うん、そうね、なってるね、そうだよね、あの前回のドラマよりこうレベルアップしてるところなので、ぜひそういうところも楽しんでもらいたいなと思います。10月13日公開です。お楽しみに。あんま旅行って行かない。お伊勢参りと京都行ったね、行ったよ。そうそうそう、あんま行かない。行かないよね。トリックセットアップの、そうだよ、あのお参りするからって。それで確か俺とゆうちゃん新しい靴下買ったんだよ。あそうだちゃんと清められてる、綺麗な靴下でつって。そう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 